これ堀江さんの番組でもあんな楽しそうな堀江さん番組久しぶりに見ましたしね。いや僕何かしたわけないですけどね。本当なんですよ。そうです。本当なんですよ。マジ何もしてないですけど、勝手に染まるんですよ。めちゃくちゃ楽しそうでしたよ、堀江さん。なんでわかんないですよ、主人でも正直。あ、でも、人を褒めるのうまいかもしれないです。僕なんか、その人が一番嬉しい言葉を言えるかもしれないです。おそらく、ここ言われたらこの人嬉しいんだろうなっていうのがわかるっていうか、なんかもう。不思議な能力。すげえ。地味に見えてすごい能力ですね、それ。心地よくさせるじゃないですか、その。やっぱこう、人って、なんだか承認欲求高いじゃないですか、どこまで成功したら。もちろん。だから、どの角度から褒められるのかって全然違うじゃないですか。多分多くの視聴者は気づいてないけど、俺こんなことやってるんだよっていうところを俺も説明できるんですよ。いや、この人はこういう高等技術を使って笑い取ってるんだよって言ったら嬉しいじゃないですか、その人がしたら。そう、確かに。そこが僕は分かるタイプというか、いつも褒められないところを褒める。あ、そうですよ、それができるんで。なるほどね。だからなんか分かんないですけど、年上の男性とか女性に気に入られることが多いですね。それだってさっき、あ、そうなんです、うん、これ確かにやばくないですか、これ。これ松浦会長が会長が10年つけ続けてきた。はい、それいつもやってるのライブで見てます。そうです、それさっき、まあ、あのいただいたんですよ。やばくないですか、さっき会話してたら普通にハリウッドもらったんですよ。おかしくないですか、それ欲しいな。欲しいな。欲しいね。聞いたことないですよ、会長。おかしい。突然ハルミと会話してたのもらうんですよ。どういう流れかわかんない。はい、まあ流れは YouTube 載ってると思うんです。どんな流れか見通しですけど、でもなんかこうズーズーしいんですよ、僕。こうなんかズーズーしいことを笑いに変える能力があるんですよ。で、相手も乗ってきちゃうんですよ。乗らされるじゃないですか。まあ、だから三崎さんが言ったらいいと思うんですけど、ドバイでハイブランド買っちゃってたじゃないですか。あれは半分それなんですよ。あれってああいう技術があるんです。なんかこう人を乗せるんですよ。なんかこう後で引けなくなってくる。僕と喋ってたらなんかもう引いたらなんか負けみたいな雰囲気出すんですよ。でなんか変なチキンレースみたいなのが始まって、なんか分かんないけど何かを失ってるんですよ。買わないといけない雰囲気になりましたもんね。それがなんかでも意外に心地よくかわされる。心地よく買っちゃったんですか。そうなんですよ、しかも本当使ってないですからね。そういう謎の技術があって、謎すぎる。僕分かってないんですけど、だって会場通るのちょっと2回目とかでしょ。まだ僕まだ2回目ですよ。2回目でしょ。めちゃくちゃ驚かれました。これ相当すごいことらしくて、ABEX の人たちがもう本当かみたいな雰囲気だったんで、僕はよく分かんなかったんですけど、松浦会長のアイコンじゃないですか。でもここのニコさん、お疲れ様ですが入ってきたらなんかしつけてるんですよ。いやー、ね、どういうことこれ。そういうことが結構起きますね、実際。なんかわかんないですよ。だからホストでやった時も一番お金使ってくれた人、ずっと LINE 無視してたってますよ。どういうことですか。奥野さんっていう、あのごぼうの党の、そうっす、あの人3000万ぐらい使ってるんですけど、僕 LINE 1年ぐらい無視してたんですよ。そしたらなんか来たんですよ、奥さん。で LINE 返してほしいんだったら、じゃあ分かってますよねみたいなノリが始まって、いやじゃあひかりさんの LINE 返してもらうんだったらそれ使うよみたいな、ワクワク動き始まったんです。だから LINE 無視したら3000万使ってくれたんです。至る所に被害者がいますね。そうなんです。だから意味が分か、僕も分かってなくて、でもまあ面白いからいっかみたいなノリになるんですよ。その後 LINE 返してるんですか。ちょっとだけはしました。不思議な能力ですよね。でもお金持ちの 大成功者から聞いてると思うんですけど、秘訣があって、その人が出会ったことない人になろうがテーマです。あ、面白い、これ面白い。いろんな人出会う、そう、いろんな出会うじゃないですか。で敬語使うやつ、なんかその遠慮するやつにはもう山ほど出てくるんで、その自分だったら絶対に爪痕残せないって分かるんですよ。だからどの角度からいいかこの人刺さるんだろうから始まるんですよ。うわー、すごい。めっちゃ勉強になってます。それが僕のテーマで、お金持ちって退屈してるんですよ。多分その王子とかは本当に礼儀正しくて、本当に、ちゃんとしてますよね。ちゃんとしてるっていうのが、多分、その、なんていうかな、めっちゃ王女で成功してるとかすると、つまりなく見えると思うんですよ。それが、もう、はいはい、退屈だというか。はい、だから王女がぶっ飛んでたら、面白いと思うんですよ。っていうのを思考だと思ってて。逆張りですね。逆張りなんですよ、全部。っていうので、僕は今までやってきて、はい、なんか、たまにエグいぐらい刺さるんですよね。会長に刺さったんじゃないですか、松岡君。なんか刺さりすぎですよ。それ次も家乗り込んだろうと思って。やめてください。